セマングムとは、大韓民国全羅北道の機械岩に広がる広大な干潟である。1991年11月28日から、韓国最大とも言われる観拓事業が開始され、防波堤は右与曲折の末2010年4月に完成した。ロタイグ、金ヨンサム、金大中、ロブゲン、リアキヒロ、ボククネなど6人の大統領によって公約に掲げられ、 2017年の大統領選でも当選したムンジェイン含めてすべての有力候補はそれぞれ開発を公約とし、2017年4月までの27年間で7兆3600ウォンが投入されたものの、未だに6.8%ほどしか完成していない。セマングムは全羅北道群山市の南を流れる近郊と、近堤市を流れる東杖の川口一帯に広がる、干潟である。 その広大な気水域は多様な生物が生息しており、また渡り鳥の主要な飛来地としても有名であった。セマングムの一万金は周辺の地名である一万五郎と金包みの頭文字を並べた合成地名であると言われており、この二つの場所にまたがる防波堤をより新しく大きくするという意味が込められている。1986年、韓国政府は 軍山と古軍山群島の新侍島を経て、武安群を結ぶ 33km にも及ぶ、防潮堤を建設し、湾内を干拓し農地と淡水庫を造成する事業を計画、1991年11月16日から事業に着手した。この事業の目的として、韓国政府は新たな農地と水資源の獲得を挙げているほか、防潮堤の上に国道を建設し軍山。 不安感の所要時間を短縮し周辺の産業振興を図るとしている。しかし、金四三政権以前の継承道優遇政策に大使全ら道が礼遇されていたとの不満に対する、金大中政権による政治的動機があったとの指摘もある。これに対し、周辺の漁業者や環境保護団体が反発、反対運動を起こしたほか、数字にわたる工事差し止め請求を行ったが、 1999年と2005年の2度、最高裁判所によって、訴えを退けられている。2006年4月、15年の工事を経て、傍聴廷が完成、ついにセマングムは外目と遮断された。干潟に住む生物の多くが死に変え、豊かだった干潟の陸地化が進んでいる。傍聴廷内部の事業総面積は4100ヘクタールにも及ぶ。完成した。 セマングム防波堤は、長さ三十三点九キロメートル、平均道路幅二百九十メートル、平均高さ三十六メートルであり、内側では四百一平方キロメートルが陸地となった。また、観宅地面積の行政区域は、群山市が七十一点一パーセント、武安軍が十五点七パーセント、金包市が十三点二パーセントの割り当となった。一方で。 事業総額は1兆8984億ウォンにも上り、2006年以降も2620億ウォンの支出が見込まれた。その後、最終的には、防波堤と干拓地の助成が終わるまでに、約2兆9000億ウォンの事業費が投与された。また、干拓が進んだ後に出来上がる用地の面積は、広大なもので、その用途にも疑問が呈されている。 当初計画の農地造成や企業団地としての分譲のほか、世界最大規模のゴルフ場、韓国内最大級の展望タワー建設など、観光開発の計画も示されているが、その方向性は未だ定まっているとは言い難い。ありがとうございます。